岩戸台、岩戸台。千鳥、どうしてっかな。純平さん、本日49回目のため息であります。そんなに気になるならお見舞い行ったら。行けるもんなら行ってるよ。先輩たちがイオリに任せようって言ってくれたのにさ、医者が毎日の面会は許可できないっつんだよ。でもさ、ペルソナの暴走とか見ちまったら一人にしとくの心配で。新垣さんが持ってた薬が効いたんだろ。そうなんだけどさ、あの後具合どうなんかな、はあ、通算50回目であります。間隔が徐々に短くなっております。次のため息までの予想時間2分02秒。悲しい予想はやめてちょうだい。リーダー、天田さん、お帰りなさいであります。アイギスさんもお帰りなさい。同じ電車だったみたいですね。そうだね。天田さんが笑っているであります。みんなで帰るのってちょっと楽しいなって。なるほど、帰宅とは楽しい行為なのでありますね。純平さんはまだ元気ないみたいですけど。51回目を確認。アイギスの予想より早かった。不覚であります。ドラマ CD ペルソナ3ポータブルボリューム2第1話。皆さんお揃いで、今帰るとこかい。ああ、文吉じいさん。こんにちはであります。チース。こんにちは。お、この小さい子は、そうかそうか、よかった、やっと会えたんじゃの。え、僕が何か。生き別れの弟を探してるって言っとったじゃろ。言ってません。リーダーと天田さんにそんな秘密が隠されていたとは。なるほどな。だから違うって。皆まで言わんでもこの文吉、そこんとこよくわかっとるわい。あれじゃろう、隠し子的な。いや、だから。まあまあおじいさん、嘘をついたらエンマ様に舌を抜かれてしまいますよ。母さん、怖いこと言っちゃいやんじゃよ。ちょっとしたジョークなんじゃから。なんだじいさん、昼ドラの見過ぎじゃね。昼ドラは刺激が足りんわい。老体に強い刺激は危険であります。わしゃまだまだ青春真っ只中じゃぞい。どれ、弟ちゃんにはプレゼントフォーユーするかの。お近づきの印じゃ。お、何ですか。形状と成分を解析しますと、パンであります。たくさん食べて大きくなるんじゃぞい。ありがとうございます。おじいさんったらご機嫌だわね。何かいいことでもあったの。いやな、ほらあれじゃよ、今流行りの崖人間。影人間な。伝統ある若者があんな抜け殻になっちまうのが不憫での。見かけるために気がめいて仕方なかったんじゃが。ここ何日かでぐっと減ったでしょ。全然見かけなくなりましたよね。ポートアイランドの駅とかたくさんいたのに。ニュースが言うには一気に何十人も回復しとるそうじゃ。どっかの誰かさんが特効薬を見つけてくれたんかの。かもしれないね。今月2週目頃から多数の患者が回復を遂げている無気力症。現在医療機関で治療を受けている人の数は先月のピーク時のおよそ3分の1と発表されました。このことについて専門家は、これってこの間のでっかいシャドウを倒したからですよね。ああ、満月の晩に現れる大型シャドウを倒すと影人間が一時期収まる。これまでの戦いで実証済みだ。僕らがあれをやっつけたからですよね。今さら何言ってんの。で、
そっか、アマド君って満月戦はこの間のが初めてなんだっけ。戦いの成果を実感したってわけか。はい、街歩いてても影人間を見かけなくなったし、ニュースでもたくさん取り上げられてるし。古本屋のじいさんも特効薬でも見つかったんかのって喜んでたな薬じゃねえっての。タルタロス探索でもシャドウを倒した分だけ無気力症が抑えられてるみたいだけど、満月炎ほど目に見えて変わらないものね。私も毎回感動するよ僕たち実はすごいんですね。そうだな、我々がシャドウと戦うことでこの世界が保たれている。それは自負していい。自負？俺らが世界を守ってんだぞって自信持っていいってこと。世界を守ってるなんか正義のヒーローみたいですねまあな、今んとこペルソナ使ってシャドウと戦えんのは俺たちだけなんだから。人知れず人類の脅威と戦う正義のヒーローといえば不死鳥戦隊フェザーマン R であります。フェザーマン、僕フェザーマンと一緒なんですね浜田くん、フェザーマンが好きなんだ。別に好きじゃないです無理すんなよ、ああいう戦隊ものを嫌いなガキはいないって。ガキじゃないです。それに大事なのはヒーローになることよりも世界を救うことでしょ言うじゃないか。頼もしいな。純平より大人よね。その調子で俺らが世界を救ってこうぜ。はい。あんまはしゃいでると足元救われるぞ。ジンジン、まあそう言うな。モチベーションが高いのはいいことだ。救われるってシャドウに？シャドウが出たってまたやっつけますから大丈夫です。おーおー、やる気にあふれてるね少年。だって僕は世界を救えるんでしょ天田くんかっこいい。うん、意外と戦隊もので言うとレッドの役かも。レッドは俺じゃないの？つまんない。即答？世界ね何ですか？なんか変ですか？いや、言いたいことがあるならはっきり言ってください。お前のことをどうこう言ってんじゃねえんだ。ただ俺には世界を救うために戦ってるっつう気持ちがよくわからねえからよ。わかんないって。じゃあ何のために戦ってるんですか？それは暴力を振るえるから。違う。世界を救えるってのはいいことでしょ。お前は本当に世界を救うために戦ってるのか？ご飯とかどうしましょう？私これから何か作りましょうか？あ、うん、だったら私も。そうですよ、世界を救うんだ。この世っていうか地球っていうか、とにかく世界だよ。世界を救うってことはいいことだし、とにかく分かるとか分からないとかじゃなくてやらなくちゃいけないことなんだ。僕らにしかできないことなんだから。そうか、悪かった。シンジ、どこ行く？ちょっと出てくる。お前も行くか？よし、じゃあ神社まで行くか。あ、行ってらっしゃい。なんだよ、わからないとか。じゃああの人は何のために戦ってるんだよ。そうな。リーダーは何のために戦ってるんですか？世界のためでしょ？世界か。世界って言うと漠然としてるけど、まあ影人間が減ったのはいいことだよね。おいおい、無敵のリーダー様にしちゃスケール小さいんでない？そうですよ、せっかくすごい力を持ってるのに。まあいいじゃないか、戦う理由は人それぞれだ。新垣もわからないとは言っていたが否定はしていなかっただろう。自分で決めた理由を通せばいい。そうですけど。じゃあご飯にしよっか。天田くんお腹減ったんじゃない？いや、いいです、僕部屋に戻ります。天田くん。もしもし、
おはようございます。エリザベスでございます。タルタロスに迷い人が一人いらしたようです。迷い人？お早めの捜索をお願いいたします。特にこの度の迷い人はあなたのお知り合いの方かと。知り合い？それでは失礼いたします。ちょっと待って、もしもし、もしもし、知り合い？さあ、行くぞ。何あれ、純平さんの行く先は辰巳記念病院であります。ああ、お見舞いね。じゃあ、お先に。あれ、リーダーも？失踪者、北村文吉、80歳男性、自営業、かっこ古書店。9月11日、妻の光子さんから通報。深夜酔って散歩に出たきり帰らず。これって文吉爺さんがタルタロスにいるってことか。ようこそベルベットルームへ。失踪者の件で。まあ珍しい、焦っておいでですわね。やはりあなたのお知り合いの方でしたか。ああ、タルタロスのどのあたりにいる？そうですね、118階から123階のあたりで気配を感じます。先日開かれたばかりのフロアですね。わかった、ありがとう。今晩すぐに救出する。あら、もうお帰りですか。またのお越しをお待ちしております。山岸、何か感じるか？いえ、人の気配は探しにくくて、ここからでは同じフロアに入らないと。そうか。古本屋のおじいさん、本当にタルタロスにいるのかな？いる。確信があるのか？虫の知らせがあったんですよ、本の虫だけに。なちて、いくつきさん以下のセンスだな。虫じゃないけど、お知らせはあった。あ？ともかくここに迷い込んでいる確率は高いだろう。これまでの失踪者は大半がタルタロスから見つかっているからな。それにこの件でリーダーの勘は外れたことがない。もちろん事件や事故の可能性も捨てられないが、現状近隣の警察署に80歳前後の男性が関わる事件事故の被害報告は入っておりません。だそうだ。ますます確率は高まったな。そうですね、できれば外れてほしいけど。本当にいるならお年寄りだし体力が心配だね。今日中に救出したいところだな。はい、行きましょう。メンバーは僕を連れてってください。張り切ってるな、アマダ。なんたって正義のヒーローだもんね。からかわないでくださいよ、うん、アマダくん真っ赤になってる。やめてください。まだ浮ついてんのか。思い詰めた顔をしているよりはいいさ。あ？入部したての頃そんな顔ばかりしていたよ。アマダの年で背負うにはペルソナ能力は重すぎるのかもな。正義のヒーローを名乗ることで少しでも気持ちが上向くならいいじゃないか。そうかよ。フォローしてくれる仲間だっているしな。おい、今日は調子がいい、俺も行く。じゃあお願いします。正義のヒーロー1号さんも調子いいんじゃなかった？ヒーロー、確かにそんなものに憧れた時期もありました。でも今俺は世界を守るヒーローである前に一人の少女を守るナイトでありたい。なんだ？昨日の今日で随分な変わりようだな。ああ、純平から漂ってくる幸せ臭の正体が分かったわ。ラブラブパワーでありますね。
あれ、わかっちゃった？順平が来てくれるからここにいるなんて言われたらさ、そりゃ毎日でも行ってやりたくなるだろう。行くべきだろう。そうなんだ、よかったですね。千鳥さんも順平くんがいてくれて心強いだろうね。世界より一人って順平さんも小さくなりましたね。え、何そのがっかり顔。え、別に。おい、やれやれ、これじゃ影時間が空けるぞ。順平が行かないなら俺が行こう。天田にやる気を見せられちゃ負けてられん。はい。111階、ゲート開きます。下がってください。開きました。この上から新しいエリアだ。少しは手応えのあるやつがいるんだろうな。楽しみですね。秋まではしゃぎやがって。目的は失踪者探しだろうが。今晩中に救出します。お前も気合入ってんな。知り合いなんだったか。はい。そうか。ほら、急ぐぞ。112階です。フロアの雰囲気が変わりましたね。気をつけてくださいね。このフロアには誰もいないようです。わかった。階段を探して次に進もう。はい。了解。腕を上げたんじゃないか。今日だけで何人助けられたのかな。そう、数は正確には分からんが。でも確実に人助けになってるから。そうですよね。準備良ければ先に進もう。はい。こっちだ。右に階段らしい部屋が見えた。上がりましょう。リーダー、左にシャドウがいる。に気づいてないみたい。なら無視していい。でも先生取れますよ。文吉爺さんの捜索が優先だ。はい。116階、このフロアにも人の気配はありません。わかった、行こう。散開して階段を探せれば早いんだけど。慣れねえ階層でバラバラになるのは危険だ。そうですよね。気づかれた。ちょうど目の前に階段だ。急げ。シャドウは振り切れ。階段を上がれば追ってこねえ。でもこのシャドウを倒せば誰かが助かるかもしれないのに。アマだ、いいから来い。僕がやらなきゃ。いやっ、アマダ！アマダくん！リーダー早く！どけ！来い！エリゴール！マハラギオン！ダウンしました！続けていきます！敵全滅です！よかった。バカ野郎！何勝手に仕掛けてんだ！一人でやれるレベルじゃねえって分かってんだろうが！だって、シャドウを無視して通るなんてできない。僕らが倒さなきゃ！なら、てめえの足元固めんのが先じゃねえのか！ま、とりあえず無事でよかった。そうですね。そろそろ、エントランスに戻りましょう。大丈夫！僕まだ行けば、その怪我じゃ無理だ。こんなの回復スキルで。 SP も尽きてるだろ。というか真田さんは風邪ひいてるし。新垣さんもさっき怪我しましたよね。してね。嘘をつくとエンマ様に舌を抜かれるって言ってましたよ。
ともかく、このままじゃ進めない。そろそろ影時間も終わるし、今日は戻って、明日また出直します。はい。珍しいな。風邪をひいたか？人にうつさないよう気をつけろよ。わかった。風邪薬持ってんのか？持ってるさ。この間飲み終えたが。それ持ってねえって言うんじゃねえのか？あんま落ち込むなって。はい。ま、お前の気持ちもわかるけどな。俺も前は世界を守るヒーローたるべく多少無茶でも突っ込んでったしさ。けど今は俺の体は俺だけのものじゃないっつうか、病室で俺を待っててくれる人のためにも無茶しちゃいかんなと思うわけよ。なんか言葉の端々にイラッとするわ。でも僕にはもう待っててくれる家族もいないし。ちょっと天田くん、そういうこと言う？天田くんが怪我したら私悲しいし辛いよ。コロマルさんも結構な勢いで同意を示しているであります。すみません。新垣先輩も今の言葉聞いたら悲しいと思うよ。どうして新垣さんが？さっき先輩すごく怖かったでしょ。天田くんのこと心配してるからだよ。そんなの。おい見ろ、こんな時間に古本屋の明かりがついてるぞ。24時間営業なのか？普通は違うな。先輩どうしたんですか？あれ、本の虫が開いてる。おばあさんだ。こんばんは。はい。まあまあ、こんばんは。こんばんは。こんばんはであります。どうしたの、こんな時間に。いえ、実はね、おじいさんが帰ってこなくて。皆さん、うちのおじいさん見なかったかしら？交番で聞いたよ。でもごめん、見かけなかった。そう。探しに来たの？ええ。もしかしたら、おじいさんがひょっこり戻ってきてるんじゃないかと思って。そう。いくらあの人が慌て者だって言っても、こんな時間に家じゃなくてお店に来るわけないわね。ごめんなさいね、驚かせて。もう帰るわね。うちまで送っていきますよ。大丈夫よ、すぐそこだから。散歩し足りないんだな。あら。私もご一緒するであります。頼んだぞ。はい、はい、ありがとうね。行こう。じゃあ皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。心配で眠れないのかな。ここんち、じいさんとばあさんだけなんだよな。一人息子が亡くなったとかで。ああ、ご子息は月光館の教師をしていたそうだ。たった一人の家族ってわけか。ふんふんふん、たった今。お帰りなさいであります。どうだ彼女の様子は。って聞くだけやぼか。リーダー、今日タルタル行くよな。そのつもりだけど。俺っちをパーティーに入れてくれ。なんていうか、もう胸に力が溢れて発散しないと爆発しそうなんだよ。いっそ爆発したらいいのに。リーダー、ん？僕も連れてってください。昨日みたいなこと二度としませんから。わかった。ありがとうございます。シャドウはなるべく回避、フロアを上がるのが優先で。了解。わかりました。レアシャドウだったら仕掛けていいよな。ほっといていい。レアは行っとこうぜって階段あったぜ。グッジョブだ、イオリ。118階、多分ここから上のどこかにいるはず。やっとスタート地点というわけか。このフロアにはいないようです。わかった。やられたって、この野郎。
純平さん、無視して通り過ぎないと。不意打ち食らって避けらんなかったの。ふわふわしてるからですよ。行きますよ。はい。今日の天田はいい顔してるじゃないか。階段を塞ぐなったら、行きましょう。うん。このフロア、誰かいます。ここか。探しましょう。おじいさん！今まで救出した失踪者の様子では、呼びかけても返事はできないと思うが。あ、そっか。まあ、気分的なもんすよ。そうか。では、呼ぶとしよう。北村文吉さんはいないか。文吉じいさん。おじいさん。菓子パンじいさん、よーい。今何か聞こえた。いた。うわ、おじいさん、文吉じいさん、しっかり。ひとまず連れて出よう。はい。辰巳記念病院に搬送してもらう。ひとまず安心だな。よかった。どうしたの天田くん、大丈夫？初めて見ました。知ってる人が影人間になってるの。私も初めて見た。ちょっとショックだったかも。元気なとこ知ってるだけに。おばあさんもショックじゃないかな。120階ってすぐ近くだった。僕が昨日余計なことしなければもっと早く見つけられたかも。タルタロスは影時間の間だけ存在するであります。たとえ昨日の時点で救出していても、タルタロス内にいる失踪者自身の体感滞在時間は大きな差がないと考えられます。でも反省は次に生かせばいい。結果的に助けられたんだから。これまでの失踪者の例から見てもすぐに回復するさ。思い詰めるな。はい。もしもし。もしもし、リーダー。俺今辰巳記念病院なんだけどさ、文吉じいさん退院したってよ。え、もう？お前家知ってんだろ、行ってみたら。で、天田も連れてってやれよ。ずいぶん心配してたろ。そうだな。俺はまだ病院出れねえけど、今電話しに出てくんのも大変だったんだぜ。千鳥が純平どこ行くのなんて可愛いこと言っちゃうもんだからさ。いやあ、兄弟揃ってわざわざうちまで来てくれるなんて、心配かけちまってすまんの。だから兄弟じゃないですってば。具合どう？おお、わしゃこう見えてタフガイじゃぞ。もうすっかりピッチピッチじゃない、ピンピンしとるよ。もうおじいさんったらふざけてばっかりなんだから。こりゃ、ばあさんや、お客さんの前じゃぞ。また心配かけちゃうわね。あの晩はありがとうね。いえ。ほう、そうじゃそうじゃ。よし、あれ、ばあさんが世話になったお礼じゃ。ほり、よし。またパンか。なんと、とろけるクリームパンじゃぞ。とろけるんじゃぞ。ありがとう。弟ちゃんにもな。ふり、クリーム出てきちゃった。なんせとろけるからの。
あとこれな、パツキンさんやワンちゃんたちにもあげとくれ。ありがとうございます。こんなに。わしもみんなに励まされたからの。発見されるまでのことはちいとも覚えとらんのじゃが、夢うつつにみんなが呼ぶ声が聞こえた気がしての、嬉しかったぞい。そうですか。救助してくれた人たちにもお礼がしたいんじゃがの、しかしどこのどなたさんかわからんから交番に預けてきたんじゃ。お礼は本当にあれでよかったんですかね。あの人形、私にはとても可愛いとは思えなくて。見た目じゃなくてハートじゃよ、ハート。命の恩人の命を救うものをくれつって迷い道さんに選んでもらったんじゃから、あれが正解なんじゃ。ありがとう。ん？なんじゃ。なんでもない。おじいさん、元気でしたね。すっかりいつも通りだったな。よかった。本当に。あのおじいさんが、あのまま影人間になっちゃったらって思ったら、すごく怖くて、昨日寝れなかったんです。そっか。僕、母さんが死んで一人ぼっちなんだって思ってました。でも僕にも元気だと嬉しくて、影人間になっちゃったら辛いなって思える人が、寮の皆さんとか学校の友達とかおじいさんたちとか、その大事な人がいるんだって思ったんです。うん、世界を守るってかっこいいなってだけで、どういうことなのか考えてなかった。だけどその世界の中にいる人たちを思い浮かべたら分かってきたような気がするんです。世界っていうのは自分の中にあって。天田の世界だね。はい、世界を守るっていうのは自分の大事な人を守ることなんだって。そっか。荒垣さんは世界を守るっていうのがわからないって言ったけど。おーい、純平さん。古本屋のじいさんとこ行ってきた。うん、すっかり元通りで元気だった。そりゃよかった。天田少年も肩の荷が降りた顔しちゃって。え、そうですか。いろいろ解決したから。純平さん、この間は小さくなったなんて言ってすみません。世界のヒーローより千鳥さんのナイトになりたいって話、僕ちょっと分かるようになりました。ほう、なんだよ天田少年、このおませさんが色気づきやがって。そんなんじゃないですよ。え、あ、ちょ、何そのがっかり顔を再び。リーダーまで、なんか俺蔑まれてるなあ。どうでもいい。ああ、わかった。千鳥とうまくいってるから羨ましいんだろう。ああ、聞いてくれよ。今日はさ、どうでもいい。二回はやめて。行きましょう、リーダー。ああ、待ってよ。荒垣さんは世界を守るっていうのがわからないって言ったけど、あの人の世界ってどんなんだろう。ドラマ CD ペルソナ3ポータブルボリューム2第2話。ようこそベルベットルームへ。どのようなご用件でしょう。依頼のおでんジュースってこれでいいのかな。確認させていただきます。もう中身がおでんとは思えぬ愛らしいパッケージ。って違う、これはただのおでん缶でございます。
電脳の町の名物として一躍脚光を浴びた例の館でございます。その説は誰も彼もがこのおでん館を片手に町をかっ歩して。それはどうでもいい。私がお願いいたしましたのはジュースの方でございます。マニアの間で高額取引されているというほどのレア物、出直してこいでございます。すみませんでした。他に何か依頼は？そうですね、先日月光館学園を訪れた際に気になったのですが、普段あまり水をもらえていない花壇があるご様子、その花壇に水をあげてきてほしいのですが。よく見てるな。それどこの花壇？それはご自分でお探しください。はあ、月光館に一体いくつ花壇があると。だからこそ水やりがおろそかになってしまう箇所があるのでしょう。よろしくお願いいたします。わかった。それとまだ何か？今日はあの方の機嫌がよろしいようですね。虎と狼の食料を手に入れるチャンスかと。霧城先輩、部屋から出てこないね。うん、真田先輩も心配そう。まあ明るくってのも無理な話だけどね。っていうかあそこは何やってんだろう。じゃあいただいていくよ。ありがとう。ドッグフードなんてどうするんですか？いやちょっと。その高級ドッグフードは新垣さんが買い置きしてくれていたものだそうです。新垣さん、そういえば大量に買い込んできたことがあったな。準備してたってことはないだろうけど、なんつうか大事に食えよコロ。あれからもう一月以上経つんですね。おいおい、湿っぽくするのはやめてくれ。約束したろ天田。あ、ごめんなさい、聞きたいことがあったなって思い出して。もし聞いたとしてもあの天の弱のことだ。ちゃんと答えたかわからんぞ。そうかもしれませんね。やっぱりあっちも暗い。あの今夜タルタロス行ってみませんか？体を動かしてみたら少しは気分転換に。って言ったら不謹慎か。ごめんなさい。私賛成。パワーアップしたペルソナに早くなりたいし。僕も賛成です。あ、俺っちも。ここで、ね、腐っていても仕方ないしな。今のうちに探索を進めておくべきかと。全員一致だね。あー！おはよう、純平。リーダー。あ、はよう。おはよう、リーダー。純平たちがそう呼んでるから名前で呼んだ方がいい？どうでもいい。あれ、なんだか眠そうじゃない？昨日ちょっと夜遊び的な。なんだ、僕も誘ってよって。あ、もしかしてあの彼女と。彼女？聞いたよ、リーダーが校内を美人さんとべったりくっついて歩いてたって。なんだそれ、初めて聞いたぞそんな話。放課後だったから目撃証言が少ないんだけど、確か髪が銀色で。銀！うちの学校にいねえよそんな子。うちの生徒じゃない。どこの学校？学生じゃないけど社会人とも違うような。年上か。銀髪ってことは外人さん？外人さんがどうして学校に？来てみたいって言うから。こっちの学生ってどんな感じなの？君の学校を連れてってみたいな。あれか。まあそんなとこ。そんで私もここで一緒に勉強したかったな。みたいなこと言われたんだろ。くそー。月のように輝く銀の髪、雪のように白い肌、まるで妖精のような透き通る存在感だったって。ああ、大ひれつけすぎだろ。けど確かに人間離れした感じではある。え、どこで知り合うんだよそんなお姉様。エレベーターのような。はあ、
何その美味しい出会い。僕もぜひお会いしてみたいな。で、くどくんだろう、領事は。お前ほんと口がうまいよな。なんだっけ、雪のような肌、妖精のような透明感。口がムズムズする。美しさを称えるのに言葉を惜しむ必要がある？はあ、上司はこういうのにグッとくるのかね。かたや口から生まれたナンパし、かたや口を開けばどうでもいいとか言っちゃうし、この人ら何が受けて次から次へと。だー、世の中不公平だ。俺なんかたった一人とすらうまくいかないのに、なんでお前らばっかり。あれ、もしかして純平にそんなお相手がいるなんて素敵だね。どんな子？いいだろう、もうほっといてくれよ。ひょっとして喧嘩しちゃったとか？いいからそっとしといてやれ。あ、いやー、おはようございます。おはよう。おはよう。おはよう、竹葉さん、アイギスさん。あなたはダメであります。え、挨拶もダメ？さあ、ご自分の席に着くであります。え、ちょっと、アイギスさん意外と力が強いね。おい、そこで何をしている？って、なんだ、君か。ああ、小田切、ちょっと探し物だよ。こんな校舎裏で何を探してるんだ？花壇、ここにはなかったけど。正門のアプローチやグラウンドの周囲にいくらでもあるだろう。ぐるっと見てきたけど、その辺りのは手入れが行き届いているから用はないんだ。うん？他に花壇があるところ知らない？いや、あまり気にしたことがないからな。そう。屋上にはなかったっけ？屋上？あったような、なかったような。そういう見落とされてるようなのがいい。行ってみる。僕も行こう。隠れて悪さをするにはもってこいの場所だから探らないとな。屋上が？ああ、先生方はまず上がってこないし、教室からは当然見えない。風が通って煙がこもらないし、校舎裏よりよほど喫煙に適している。校舎裏まで来たのってひょっとしてパトロール？ああ、会長が不在の今、我々がしっかり校内を守らねば。来週は 2,3 年合同の修学旅行があるだろう。出かける前に片付けなければならない仕事もあるし、会長には早く復帰してもらいたいところだが、霧城グループの総帥が、いや、お父上が亡くなったわけだからな。あれ、小田切君とリーダー君。ケイスケ。リーダー君とは？山岸さんがそう呼んでたから真似っこ。クラスか何かのリーダーなの？あだ名みたいなもんです。君にぴったりだな。だよね、僕も似合うなって思ったんだ。あ、二人とももし今暇だったら。悪いが、暇じゃないんだ。屋上に行かなければならなくてね。屋上？いつものパトロールかな。生徒会のお仕事ご苦労様だね。じゃあ僕も一緒に行こうかな。話がつながってないんじゃないか。平賀先輩は部活じゃないんですか？今が部活中だよ。レンズのフィルターを新しくしたんで、外で試してみようと思って出てきたところ、屋上ならなお光がいいし、二人で被写体になってくれないかな。嫌だね。小田切君は写真撮られるのが昔から嫌いだよね。分かってるなら。でも撮らせてね。嫌だと言ってる。だってフィルターが新しいから。今回だけだからな。眺めだね。風も気持ちいい。なんだこれは。ペットボトルをポイ捨てとはな。すぐ下の踊り場にゴミ箱があるだろうが。こんな雑草の間なら隠せると思ったのか。姑息なやつだ。
あ、これちょうどいいや。捨てに行くのか？降りる時でいいだろう。ううん、捨てない。ここ花壇らしい。ああ、雑草かと思ったが植えているのか。そういえば夏に花が咲いていたような気がするよ。屋上の用事って水やりだったの？生徒会の仕事っていろいろあるんだね。いや、生徒会の仕事ではなくて彼の個人的な。そうなんだ。わざわざ？ええ、まあ。僕、写真を撮りに時々屋上に来ているけど、花壇に水やりなんて思いつきもしなかったよ。人だったら顔色が悪いなとか目が充血してるなとかすぐわかるんだけど、草花の調子はわからないからな。君はいつも何でもないことによく気がつくな。いや、人から聞いて知っただけ。でも偉いよ。誰でもできることじゃないと思う。ほら、この葉っぱ喜んでない？なんだか生き生きしてきた感じ。うん、葉っぱに乗った水滴がすごく素敵だ。あ、下から撮ったら雲も入るかな。今日の雲すっごく綺麗だから。本当だ、雲が綺麗だ。そうだな。どうした？言われなければ気づかなかったと思って。僕も小田切君が見つけてくれなきゃゴミに気づかなかったし、気づいても放っておいたかもしれないな。でもさすが小田切君は綺麗好きだね。やめてくれ。真っ先にゴミに注目してしまった自分に少し幻滅しているんだ。幻滅することか？同じ場所に立ってもみんな見るものが違うってことだよね。面白いね。何を撮ってる？小田切くんのへこんだ顔って珍しいからさ。ケースケ、そのネガは焼き捨てろ。無理だよ、デジカメ一眼なんだから。消去ができるだろ。なんてことだ、俺の愛する焼きそばパン、ラスイチが目の前で売り切れた。私のが一歩早かったね。僕が先に2個買っちゃったからかな。2個あるんなら1個譲ってくれよ。あ、でも1個はリーダーに頼まれた分なんだ。ウグイスパンなら残ってるぞ。こんなところでも世界はお前らに甘く、俺に冷た。ああ、君たち会長を見かけなかったか。いや、今日から登校するって言ってたけど。そのはずなんだが、まだ生徒会室には顔を出していない。3年の教室にもいないし、ひょっとして午後から登校するつもりか。会長って生徒会長さん？ああ、そうか。幼児まだ会ったことねえか。うちの学校って結構女子のレベル高いじゃん。その頂点に君臨する女王様よ。またそんな言い方。女王様？容姿、頭脳、家柄、すべて5つ星。おお、そして厳しさも5つ星。いや、7ぐらい入れてもいいかな。まさに女王様というわけですな。まさに女王様というわけです。たく、これだから男って。どうでもいい。統率力にも5つ星を入れてもらおう。生徒会長としての手腕は尊敬に値する。素晴らしい女性だね。しかし今は少々揺らいでるがな。ご家族に不幸があったとはいえ、大きな行事の前だ。こう休まれては運営に支障が出ている。ちょっと、それは仕方ないでしょ。まあ、放課後まで待ってみるか。もし会長を見かけたら小田切が探していたと伝えてくれ。わかった。では。ああ、そうだ、君、今日は空を見たかい？いや。飛行機雲が浮かんでいたよ。それに空気が澄んでいるのか、遠くの山がよく見えた。後で見てみるよ。おすすめする。では。飛行機雲？あの人あんなキャラだったっけ？思うところがあったんだろう。せっかくだし
今日は屋上でお昼にしない？おすすめの雲と山を見ようよ。あ、そうだな。たまにはいいかも。決まりだね。ああ、いい風。でも飛行機雲消えかかってるね。ああ、朝飛んでたんかな。あ、本当だ。山がくっきり見えてるな。あの橋、ムーンライトブリッジも大きく見えるね。夜ここへ来たら夜景が綺麗だろうな。そんな時間に学校入れねえから。こっそり忍び込んでみちゃったり。絶対やめてください。なあ、腹減ったよ。ベンチ座って飯食おうぜ。賛成。あれ、みんな。あ、ふうか。おーす。こんにちは。はじめましてかな。ふうか、噂には聞いてんだろ。うちのクラスの転校生、望月良二。よろしくね。E組の山岸ふうかです。よろしく。ふうかさん、柔らかな響きの名前だね。あなたにとても合ってる。ありがとう。息をするようにナンパすんなって。ところで、僕って噂になってるの？ものすごく超絶ナンパし現る。でも全校で噂だし。少し誤解があるようだな。誤解って言葉の意味を分かってる？ふうか、そのジョロって。ああ、そうなの。あのね、平賀先輩から昨日のことを聞いたの。私もお水あげなくなっちゃってたから、お花さんにごめんなさいって思って。花壇の水やりに？なんて優しい人だ。そんなことないよ。リーダーが先にやってくれなきゃ忘れてたんだし。へえ、よく気がついたね。人から聞いて初めて知ったんだ。風花は前からこの花壇のこと知ってた？うん、夏の暑い間まではお花が咲いてたし覚えてたんだけど、涼しくなってからは忘れがちになっちゃって。結構前から世話してたんじゃん、偉い。植物に詳しい風花が世話してくれてるなら安心だ。よっしょ。手伝うよ。重そうだ。ありがとう。良二君こそ優しいね。ありがとう。紳士ぶっちゃって。まあ、これがテクニックか。メモメモ。忘れててごめんね。なんだか嬉しそうだよ。わかんのかよ。これでこの花壇が元気になったら、来年また花を咲かせてくれるんだね。楽しみだな。うん、もう忘れないようにするからね。こんな小さな花への思いやり、風花さんみたいなそんな優しさに溢れてるから世界は美しいんだね。美しい？うん、美しい。山も海も空もみんなキラキラ輝いてる。生まれたての光みたいに。まあ、いい眺めだけど。こんなに美しいのはね、みんなが優しいからだと思うんだよ。優しいから？この世界にはたくさんの人が生きてる。みんな生きてる。みんないろんなことを思いながら日々を送っていて、いろんなことを喋って、いろんなことをしてる。そうやってこの世界が成り立ってる。そうやってできてるこの世界が美しいのは、みんなが優しいからじゃないかな。すっごい理屈。でもなんかいいねそれ。涼二くん自身がすごく優しいんじゃないかな。だから涼二くんが目に映すもの全部が美しく見えるんだと思う。そうかな。世界は自分の中にある。あ、ううん、そんな感じ。前に天田が言ってた。うわ、どこまで大人なの。じゃあ僕が世界を愛しいと思ってるから世界が美しく見えるっていうことかな。あ、ん？どうしたの純平？いや、なんか千鳥のことを思い出してさ。例の彼女さん？彼女じゃねえけど、千鳥が描いてた絵のこと。前衛的とか言ってたやつ？うん。初めて会った時、ポートアイランドの駅んとこで風景描いてたんだけど、芸術が爆発してたんだよな。
それで印象に残って、なんつうかトゲトゲしいっていうか攻撃的な感じだった。色も暗くてさ、風景だけじゃなくて何描いてもそんな感じだけど、それってさ、千鳥には世界があんな風に見えてたんだよな。全部が敵で興味もないっつうか諦めてる感じでさ。純平くん、でもさ、千鳥がこないだ言ったんだ、世界が眩しいって。俺天気いいからなとか言っちゃったけど、そんなことじゃなかったのかもって。それってきっと世界が変わったんじゃないよ。ああ、きっと千鳥が変わったんだ。それに純平もね。俺は変われてねえ気がする。もう来ないでとか言われて一歩も動けてねっていうかさ。くじけちゃダメだよ。千鳥さんの心を開くのは純平くんにしかできないことだと思うよ。うん、純平を頼りにしてると思う。ああそうだな、そうだよな、千鳥には話せるやつは俺しかいないんだよな。あの子のナイトなんだろ。え、ああちょ、お前恥ずかしいセリフ掘り返すんじゃねえよ。恥ずかしくないって、かっこいいよ純平。うん、かっこいい。ああ、うん、わかったよ、まだ頑張ってみる、今日も早速。あ、教室に戻らなくちゃ。え、あ、昼飯食い終わってね。すっかり話し込んじゃったね。でも素敵な話がたくさん聞けて嬉しいな。いいから行くぞ。虎と狼の食料、花壇の水やり、二つの依頼の達成ありがとうございます。こちらが報酬の装備品でございます。有意義にご活用ください。ありがとう。花壇を見つけるのに手間取ったよ。エリザベスはあれをよく見つけたね。あら、それは当然です。私にとってはあちらの世界で見るもの、触れるもの、すべてが新鮮で、すべてが特別でございます。何でもない事柄なんて何一つありません。なるほど。事実は誰にとっても等しく存在いたします。ですがどう受け取るかはその方次第、そしてあなた次第。自分の中の世界次第。はい、見ようとしなければ何一つ見えないものでございます。気をつけるよ。気づくのはいつも人に言われてからだ。それもまた見つけ方の一つ。私の依頼もあなたが見落としてきた事柄に改めて向き合う機会を提供しているのではないでしょうか。確かにね。ところで今回達成されました2つ分、枠が空きましたが依頼をお受けになりますか。あなたが見落としているだろう事柄に関するものもございますので。そうつなげてくるんだ。フェザーマン R という方々をご存知でしょうか。テレビ番組だ。彼らの姿を模した人形がございます。かなりのレアもののため入手困難かと思われますが。大丈夫、適した仲間を知っている。